緊急。霊夢が壊れた。どういうことよ。動画の収録するから、すぐに来てくれ。え、なんで私？この場に他の人がいないから。どっか、巻き込まないでよ。というわけで、まずは物語の舞台から説明していきます。それを私は強制的に聞かされることとなりました。悪い。このシリーズの舞台は、ボルガニオ大陸にある、エビリオス地方という大国が集まる場所だ。そのエビリオスっていうのはヨーロッパがモデルってことで合ってる？合ってる。まずは木の国コトルシフェニア。フランスがモデルの国で、悪の娘の時代ではエビリオスで最大の国である。民族に応じて、髪の色に相関がある。どういうこと？要は、ルシフェニア人は金髪が多い。もっとも、茶髪とかもいるから、必ずしも決まっているわけではないけどな。なるほどね。次に、赤の国ことベルゼニア。イタリアがモデルの国で、かつては最強国家だった。ただ、ルシフェニアなどが独立していき、弱体化している。かつて最強国家だったってことは、イタリアじゃなくてスペインって可能性はないの？海外の有識者がそれで論争をしているのは見たことある。まあ、この国で特徴的なのは、食文化が発達していることである。次は、青の国こと、マーロン。ハーク海に浮かぶ島国である。首都のバリでは、いつも曇ってて薄暗いとのこと。そういえば、イギリス料理って薄味だとは聞いたことはあるけど、まさかその設定は。反映されてます。あ、そうなの。青の国と呼ばれるゆえんは、海に囲まれているから。髪が青いってことではなくて？マーロン王家の血筋を持っている人には青い髪はいるけど、茶髪や黒髪の人も普通にいる。次は、緑の国ことエルフェゴート。南にあるルシフェニアとの間に広大な森を挟んでいる。ここは、国の色の通りで、エルフェ人は緑の髪である。ちなみに、モデルはドイツだ。次は、紫の国ことアスモディン。ルシフェニアと同じく、ベルゼニアから独立した国である。特徴としては、南部に砂漠を持つことと、喧嘩っ早い国であるということ。最後は、神聖レビアンタ。モデルはロシアである。エビリオスではレビン教という宗教が信じられているのだが、神聖レビアンタは、この宗教の総本山である。影響力は大きそうね。ここからは、歴史の話だ。エビリオスの物語は、悪の娘の前に3つの物語が先に起きていた。まず最初は、現在物語。遥か昔、レビアンタ無道王国という国が存在した。ある日、その国の女王が神から、こんな信託を受けた。我らが依り代を作るのだ。この信託を実現させないと、国に大きな災いが降りかかると。それで、国の元老院が大慌てで、依り代となる神の双子を誕生させようとした。またスケールの大きい話ね。ついに、神の双子の誕生プロジェクトが成功するのだが、双子を産んだ母親が、子供を連れて逃亡した。大犯罪もいいとこだわ。このまま国に渡せば、双子がどうなるかわからないし、母親としての愛情を与えたかったとのことだそうだ。普通にいい母親だったのね。しかし、森の中で母親が目を離しているタイミングで、魔女イブ・ムーンリットが、神の双子を誘拐した。この双子、どれだけの大人たちに振り回されてるんだか。母親は、イブを追いかけたのだが、彼女に返り討ちにされ、殺されてしまった。それで、イブと夫は、この双子を育てることになるのだが、大飢饉により、この双子を森に置き去りにせざるを得なくなった。さっきから、この女のやってることむちゃくちゃすぎる。だが、双子は家の帰り道を知っていたのだろうか。道を照らす手段を持って、家に帰還することに成功。優秀すぎる。これには魔女もびっくり。おつ。で、この双子は養親を、やっちゃいました。よくそんな満面の笑みで語れるわね。母親の行った誘拐事件は、エビリオス史上、初の罪、原罪と呼ばれている。その罪の浄化のために、双子は養親の遺体をかまどに放り込み、7つの大罪の器を作り、世界に解き放った。なんなの、これ。悪魔が宿る禁断のアイテム。これを手にした者は、特殊能力を獲得できるが、この器に眠る悪魔と契約した者は皆、最終的にバッドエンドになる。やばいものを生み出してるわね。そこで、第一神エルドが、この器の影響を危惧し、友人の魔導師、エルルカ・クロックワーカーに回収を依頼した。何者なの？
の、この人は。ベビアンタマドウ王国に住んでいたのだが、訳あって死んだ。すると、愛人が彼女を生き返らせたのだが、その反動で国が崩壊した。大変パンジェン。エルルカはフローの体を手に入れたが、祖国も仲間もいなくなったため、暇つぶし感覚で、大概の器集めの旅に出た。生き返ったら全て消えたわ、エグすぎる。悪の大概シリーズは、そんな悠久の魔導士による旅の物語だ。要は、彼女がシリーズ全体の主人公ってことね。だが、悪の娘の話の前に、他の二人の主人公による物語があった。一人目は、サテリアジス・ベノマニア。大概の器には、色欲、悪敷、傲慢、怠惰、嫉妬、強欲、憤怒の7種類あるのだが、彼は、そのうちの一つ、色欲の刀を得た。彼は、これを使って気に入った女性を次々と洗脳し、屋敷の地下にハーレムを築き上げた。早速大悪党が生まれてるわね。なお、女性や目撃者の中にも死者が出てる模様。あれもやだったわよ、この男。この男が多くの女と関係を持ったことで、各地でベノマニアの子孫が散らばることになる。二人目が、バニカ・コンチータ。彼女は、悪敷のグラスを獲得した。今度は何やらかしたのよ。最初は、いい意味での偉人だった。食文化への貢献や基金対策を行ったことで、食料問題が楽になったばかりか、ベルゼニア帝国がエビリオス随一の料理大国に成長した。で、裏の顔は？だいぶ痛ぶり深いな。裏も何も、彼女は食が大好きだった。だから、民にも食の良さを知ってほしいという行動だったのだが、食べることに対する執着がエスカレートした結果、内臓破裂した。この人は、いろいろ辛い目にあったせいで、こうなってしまった。そしたら、悪魔がやってきて、道の味の存在をちらつかせた。食文化が地勢だったコンチータは、好奇心に負けて契約した。その結果は、何でも食えるようになった。物でも、毒でも、化け物でも、人間でも、彼女の周りに近づけば、胃袋液に。こいつ自身が化け物じゃない。最終的には、自分ごと食べてこの世から退場。何よそのシーン。ただし、彼女の物語はこれで終わりではなかった。一部のキャラクターは、死後も何かしらの形で登場する。は？辞職の時に悪魔も一緒に食われたせいで、コンチータが悪敷の悪魔になり変わった。何でもありじゃん。というわけで、悪の娘の事前知識は以上です。ここからは、悪の娘の養親、及び、本人の幼少期の話に入ります。ご視聴ありがとうございました。